来た。よいしょ。行くぞ、オラ！どう？はっ！嘘ついたら、ハリセンボンノーマスボン！助けてくれて、サンキューな。ふぅ、片付いたか。さあ。団長も煩悩に取りつかれるか、人の子であることの定めか。やっぱりおかしいと思いました。島の人たち全員この供物、眠り薬を入れてますよね。僕たちを眠らせて。バレたのなら仕方ない。料理に一口も手をつけなかったのか。ボン、はい、なんか怪しかったので。なに、ボン。あ、お水だけはいただきました。人の行為を受け取れないなんて冷たい子ね、ボン。ここはジョヤの強い影響下にあるので、団長たちが煩悩に弱くなってしまうのは、アニラ姉ちゃんは優しいから、人の親切を無下にできないだけです。それに僕、もともと人見知りなので。可愛げのない子供だわ、ボン。だから信用ならなかったんだ、ボン。俺たちの大事なばあちゃんを隠した犯人のくせに、ボン。え、何の話ですか。相手は子供一人だ、ボン。と捕まえて縛り上げて吐かせる、ボン。かかれー、ボン。大人が寄ってたかって。本当に行き過ぎた煩悩は人の毒ですね。そんな大人たちは千変万化、侵害心の方。アニラ姉ちゃんたちが危なくないように見てて。子供騙しに決まってるもん。こんな偏僻な村に。これを見てもまだ疑ってるんですか。ああ、もう知りません。幸運流水、金炭雨よ。マックン、やっちゃうよ。天上天下、にょい自在、いけ、にょい金庫ボン。うわぁ、何するボン、やめるボン。大事なおばあさんがいなくなったんですよね。探しに行かないでどうするんですか。義なんかに操られてる場合じゃないですよ。お、あ、マジ、この人たちが供物に眠…なに、それはやっちゃダメなことだ。ああ、でもでも、この人たち、なんか大事な人を探してるみたいで。ボン、え、お、このおせんべいをみんなで食べよう。ロジーヌさん、ボン。おばあちゃん、ボン。さ、おせんべいが。や、本物か、本物のばあちゃんか、ボン。この人がみんなが探してたおばあちゃん。はい、どうしたの。どうした、本当にばあちゃんなのか、ボン。偽物じゃないわよね、ボン。なに、あ、そうそう、ねえ、みおばあちゃんね、たくさんおせんべいを。はい、お、みんなでお
これは。あら、私たちは。やはりか。一人で森へ出かけたばっか。本当にこれから一人。ねえバジ、この島の毒は浄化できたんだよね。ああ、森でたむろしてた島民たちに毒。それならよかった。そうだな。だけどおば、裏を返せばそれほどと。ああ、そうだな。しかし団長が起きない限り。そうだね、しばらくは。なんだか僕も。アンチラも眠ったよ。うん、そうだな。なあバジラ、少し聞いてもいいか？おう、もちろんだぞ。煩悩というものが何か。煩悩？私なりに考えていたんだが、私は煩悩を持たない代理巫女を務めること。簡単に言うと、人が抱く欲む。なあゾウ、お前とわしたちは、お前ができないことならわしたちが協力するし、わしたちみんな得意不得意はあるもんだ。わしもいつもガルに助けてもらってるしな。わからんことは考えてもわからんし、少しずつ知ればよくないか。わしはそう思うぞ。そうだな、確かに私は知らないということには協力。あ、でもゾーイが知りたいと考えるその、え、煩悩ってのは過剰にあると人間に災いをもたらすけど、適度な煩悩は願望とか希望、その証拠に煩悩を知る、これも立派な煩悩だと言えると思う。そうなのか。ゾーイは真面目なやつだな。お前と話すのは面白いよ。そうか。さてわしはガルを連れてゾーイとディーと。ああ、私がぼ、ほい、や、ほう、B さん、ゾイちゃん、B、ルリア、ん？いや、なあ、なんでオイラたち眠ってたんだ？島の、オイラたちが寝てる。すみません、何も知らずに。いや、君たちに責任はない。ところで、どうして羽毛アンチラとアニラは眠っている。それじゃあ三人でお留守番ですね。あ、おはようございます。もうお昼過ぎてまし、目覚めたかみんな。え、 B さんなら。あ、起きたな。どうしたんだよ。は、ね、なんだよいきなり。まだ寝ぼけてんのかよ。 B さん待ってください、様子が変です。ボンって言ってます。それだけじゃない、団長の B を疑う。確かに、てこギに操られてしまう。おいおい、目覚ませ。どうすればいいんですか。煩悩に乗っ取られてしまうなんて。落ち着くんだ。団長、これを食べろ。先ほどの煩悩もこれを食べることで解決。なんだ、そいやこいつ銀に取り憑かれてるじゃね。オイラをオイラだ。ガーン、確かにそうでした。オイラをオイラだって認めねえのに、突然出されたせんべいをすんなり食べるわけねえよな。ガーン。うん、では。はあ、そんなことしたら。それもそう。あ、でもでも元に戻ったら。ああ、本当にオイラのことが。この B さんは本物の B さんです。証拠？証拠ってなんだよ。問題？
なるほど。見てろよ。君たちの絆を。そんなの簡単だぜ。違う。Bさん、頑張っ。Bさん。確か。バンケツイ。もう違いますよ。もっと団長っぽいやつです。どんどん来い。それは。違いますよ。私の知り得ぬことばかりだ。伊達に一緒にいるわけじゃねえぞ。そんなの簡単だぜ。お料理の。わあ、覚えててくれたんですね。ルリアはすべては共に旅をしてきた。リーさん、ターコイズだ。不正解です。ウェルダーさんも間違えてました。ゲッ、これウェルダーが間違って呼んでた方が。タラバガニ。なんだかちょっと違う。人の子がそのような力を持ち得るか。コンスタン。違いますよ。卵か。あれ、そうでしたっけ。まだやんくいさ。それは確か骨。違い。あ、でも近づいているな、ガル。あ、またしてもジョヤ様の煩悩が。ジョヤ様に報告だボン。誰だボン。笛が妙にざわつきそう。なんだくそ。拙僧は何を言ってる。自我を見失う。その方に取り。あいつ何する気だ。笛、優しいけどなん。いや、あれ煩悩の上野の金の暴走とは。でもお前すごいな。いいな、拙僧の笛を。でも結果あいつに取り付いてた魂と世俗との因縁を断ち切り、イブセシコ。そういえばまだ名乗ってなかったな。なあお前、わしたちも同じ目的であちこちを回ってる。敗将をいた。 B さん、負けちゃダメ。 B、 あの、うい、くそ。なんだなんだ、何がどうした。バジラちゃん、こいつ銀に取り付け。